せーの、ウニとモチッとユミマロです。おはようございます。今日はスタバの新作日です。イエーイ。はい、ということで今日はドリンクが2点とフードが新作のものが3つとリニューアルしてね、新しくなったよって教えていただいたフードを2点買ってきましたので、今日はこちらを紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずねフラペチーノから紹介していきたいと思います。メルティー生チョコレートフラペチーノです。ちょっと安定に溶けてるんですけど、上にね見えるかな、ハートのなんか可愛いチップみたいなやつが乗ってます。またね1週間後の27日に新作出るみたいなので、チョコのやつね、それもめちゃめちゃ楽しみ。せーので3杯いただきます。では早速。うん、中に大きいチョコレートチップが入ってる。チョコレートチップっていうかキューブチョコレートだって。もうねリベラみたいなお菓子あるじゃん、チョコの正方形のキューブ型のチョコが入ってます。すごい食べ応えがある。うーん、美味しい。甘いけどなんかねミルクチョコレートって感じの味だわ。でもすっごい美味しい。疲れた体に染み渡る。なんか仕事終わってからちょっと飲みたくなるような感じで、生チョコレートソースでとろけるような食感に仕上げたフラペチーノだって。いや、まさにね、ほんとそんな感じです。なんかビターな感じは一切なくて、本当にミルクチョコレートのフラペチーノって感じ。この中に入ってるキューブ型のチョコレートが結構入ってて、本当にチョコを味わうためのフラペチーノだね。ちょっと若干チョコが歯に詰まる感じはあるけどなんか久しぶりにさチョコのフラペチーノ飲んだけど、やっぱりね美味しい。まあ、チョコレートアイスをそのまま飲んでるみたいな感じ。おすすめ。続いてこちらって見えないんだけど、メルティー生チョコレートモカです。これはねラテですね。カフェモカみたいな感じだね。とろける甘さとちょっとビターなエスプレッソの味わいでほっと温まるモカだって。クリームとかで全く思って中が見えないんですけど、こんな感じです。コーヒーの上に生クリームが乗ってて、その上にチョコレートソースかながかかってて、キューブ型のチョコレートが、ね、上にかかってます。え、これ中に入ってんのチョコ。うーん、うまっ。え、ちょっと待って、久しぶりにおいしいって言ったら失礼だけど、違う、私ラテあんまり、私ねラテちょっと苦手なんだけど、これめちゃめちゃおいしい。え、ココアだ、もうこれココアだ。うーん、え、おいしい。ね、甘いのが苦手な人は絶対こっちのメルティー生チョコレートモカおすすめです。こっちもめちゃくちゃチョコの味わいがあるんだけど、エスプレッソ下にコーヒーがあるから苦い甘いみたいな、ビターなココアみたいな味がしてめちゃめちゃ美味しい。なるほどね。キューブ型のチョコが入ってるんだけど、あったかいからどんどん溶けてって、時間の経過とともに溶けていくキューブチョコレートの食感も楽しめますって書いてあるの。私買ってからもう30分ぐらい経ってるから、もう多分チョコがね完全に溶けきって、すごいココアみたいな味がするけど、多分ね出来たてを飲んだらまだちょっと苦めだと思う。だからちょっとココア味を楽しみたかったらちょっと置いた方がいいかもね。出来たても美味しいんだと思うんだけど、うまっ。今口の中がねすごい甘々になったので、ここでちょっとパンを食べたいところなんですけれども、最初にケーキから紹介したいと思います。今回のね新作のケーキがじゃじゃじゃん、こちらになっております。バレンタインだよね多分。めちゃめちゃ可愛い、ね、順番に紹介していきます。こちらがクラシックチョコレートケーキです。何層になってるのってくらい色が違うね。いただきます。めっちゃ美味しそう。わお、あ、下がすごいザクザク系だわ。一番茶色いところあるじゃん、一番下のここがザクってした。美味しい、美味しいし、思ってたのよりすっごい軽い。私これスポンジが入ってると思ったんだけど、え、これスポンジ入ってる？
もうスポンジ入ってないぐらいね、とろけます。ココアクランブルとココアスポンジクラムを使ったカリッとした食感の生地に滑らかな白いクリーム、濃厚な味わいのチョコレート生地、柔らかな口当たりのチョコレートムースを重ねました。だってムースだ、おっきいムースみたいな感じ。ムースなんだけど、この下のとこがすごいカリカリしててめちゃめちゃ美味しい。うわ、これめっちゃ美味しい。なんかもちろん甘いけど、なんか甘すぎず、この一番下の部分の黒いところがちょっと苦めで、ビターなチョコレートムースみたいな感じだ。うまい。ちょっと今日はブラックコーヒーも準備してます。うん、しみる。なんかね、カフェベロナっていうコーヒーだねのために作られたケーキなので、ぜひカフェベロナと一緒にお召し上がりくださいって書いてある。うわ、そのコーヒーめちゃめちゃ飲んでみたい。あと今日もね、商品私全部食べれないので、全部半分ずつ食べていきたいと思います。よろしゅう。続いてこちら、ルビーチョコレートケーキです。めちゃめちゃ見た目が可愛い。これはちょっと最初に切ってみますね。あ、柔らかい。断面図こんな感じです。めちゃめちゃ可愛いし美味しそう。いただきます。これもムースだな。うん、めちゃめちゃホワイトチョコレートの味だ。私これさ、いちご味だと思ったのよ。なんかクランベリー味みたいな。めっちゃホワイトチョコ、おいしい。これレインちゃん絶対好きだわ。ルビーチョコレートっていうのはルビーカカオ豆から生まれたチョコレートで、ルビー色でフルーティーなチョコレートが生まれるんだって。え、そうなの。ピンクだけど別にベリー系の味はしないってことか。すごい。こっちの方がめちゃめちゃ濃厚かな。さっきのやつの方が同じムースなんだけど、なんかね、溶ける感じで、こっちはもうぎっしり詰まったムースみたいな感じ。美味しい。このケーキもさっき同様、下のところがねちょっとザクザクしてて、スポンジクラムとクランブルを使ったって書いてある。美味しい。でもこのこっちのケーキは本当に半分で私めちゃめちゃ満足する感じだわ。結構甘めかな、こっちの方が。甘党さんとホワイトチョコレートが好きな方はもう絶対こっちの方が好きだと思う。コーヒーがめちゃめちゃ合います、チョコレートケーキと。続いてこちら、メキシカンビーフホットサラダラップです。これはね、温め商品なので、皆さん温めてから食べてください。すごい、ビーフってさ、すごい久しぶりっていうか、あんまりないよね。お肉がね、すごい見えます。いただきます。今さ、甘いケーキを食べて結構お腹いっぱいになってきたなって思ったの。それとは真逆のめちゃめちゃスパイシーな味がするサラダラップ。あのさ、タコスみたいな味するわ、ミートソースみたいな。めっちゃ美味しいこれ。めちゃめちゃ美味しい。なんかどことなくカレーの味みたいな感じもする。このサラダラップはさ、めちゃめちゃ野菜が入ってるし、今回は特にね、豆がたくさん入ってるらしい。雑穀メキシカンビーンズサラダは、もち麦、アマニ、キヌア、アマランサス、チアシード、赤インゲン豆、レンズ豆をメキシカンソースで和えています。めちゃめちゃ豆入ってます。チアシード入ってた？全然分かんなかった。
美味しかった。めっちゃメキシカン。続いてリニューアルされたね、こちらの2種類を食べていきたいと思います。結構お腹いっぱいになってきちゃったね。サラダラップ全部食べたし、結局でも今回リニューアルしたもうこの2つ私めちゃめちゃ大好きで、普段から食べるんですよ。だから違いがもしかしたら分かるかなって思ったけど、多分分かんない。ちょっとこれは半分ずつ、半分も食べれる、半分ぐらいにしとこう絶対温めてから食べた方がいいです。あのパイが、もうなんか食べたことある程度喋っちゃってる。あのこれウインナーがあって周りにパイがあるんですけど、このパイが温めることによって、あ、しかもレンジじゃダメです。オーブントースターだとめちゃめちゃパイがもうカリカリパリパリサクサクになってめちゃめちゃ美味しいので、ぜひ食べてください。あとこのソーセージ、もうスタバのお肉はめちゃめちゃ美味しいので、もうこのソーセージも粗挽きソーセージって感じで、もうめちゃめちゃジューシーで美味しいです。いただきます。これ中にマスタードが入ってるから、ちょっとお子様気をつけていただいてお願いします。まあ、そんな辛くないけどね、風味程度って感じ。どこが変わったかって言われたら分かんないけど、でもやっぱりね美味しい。うん、てかさ、あるレギュラーメニューっていうか、これ初めて出てから結構な期間置いてるけど、リニューアルするってさすごくない？すごい探求心だよね。スタバ行ってお昼何食べようと悩んだら、ぜひ粗挽きソーセージパイ食べてください。めっちゃ美味しい、本当に後悔はさせません。続いてこちら、もちもちブルーベリーブレッドです。イエーイ。もうもちもちは正義なのよ。しかもこの白パンね、で上にアイシングがかかってて、中にブルーベリージャムがね練り込まれてます。めちゃめちゃ美味しいのよこれも。なんかさ、心なしかさ、違ったらごめんなさいなんだけど、ブルーベリージャムが増えたような気がする。量が違うかなわかるかな。ちょっとこんな感じ、こんな感じなんですよ、中が。優しい、優しい甘さなのね。ほんとさっぱりしてる。てか今は知ったんだけど、上にかかってた白いアイシングみたいなやつ、クリームチーズ入りのフォンダンって書いてあった。クリームチーズが入ってるらしい。でもね、そんなクリームチーズの味めちゃめちゃしないから、そのクリームチーズが苦手な人でも食べれると思う。まあ、言われてみればなんかちょっとヨーグルトっぽい味もするような気もするけど、でもめっちゃするわけじゃないからね。ほんとブルーベリー好きで、さっぱりしたもちもちのパンって感じです。めっちゃ美味しい。はい、ごちそうさまでした。お腹いっぱいです、めっちゃ満足。今回の私のおすすめは、じゃか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 、メルティー生チョコレートモカとクラシックチョコレートケーキです。メルティー生チョコレートモカはめちゃめちゃ美味しい。もう本当にもう一回飲みたい。クラシックチョコレートケーキもね、すごい大きいケーキだから大丈夫かなって思ったんだけど、めちゃめちゃとろけるようなケーキで、下にザクザクもあってちょっとビターな感じでとても美味しいので、ぜひ皆さんもスタバに行ったら食べてみてください。今日も見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。それではムニッとマチッとユミマロでした。見てくれてありがとうございました。ふい。また27日も動画撮るので、お楽しみに。